こんにちは。今日は私がやっている美容についてお話ししていきたいと思います。でまず毎月やってる美容で、半年に1回やってる美容、やってよかった美容、そして最後にやらなくてもよかった美容についてお話ししていきたいと思います。でまず毎月やってる美容なんですけど、まつ毛をしています。毎月フラットマットラッシュっていう軽いまつ毛エクステをつけていて、両目で140本ずつついてます。その140本のデザインは目頭から8、9、10って感じです。でカールは目頭と真ん中が C カールで、目尻が J カールってなってます。2つ目がハイフですね。ハイフを毎月やってます。で私糸リフトを数ヶ月前にやったんですけど、その糸リフトの効果が良くなる、効果が長持ちするよってことでハイフを勧められて、ハイフを毎月やってます。3つ目がルメッカ。ルメッカっていうのはシミを取る施術になってて、他のこうシミ取りとかだとどうしてもダウンタイムがあるんですけど、ルメッカってダウンタイムが本当にないんですね。顔全体にこうプチプチプチみたいな、全く痛みはない、脱毛と同じような痛みのレベルのものを照射されて、こうシミだったりほくろっていうのがじわじわと濃くなっていくという形なので、全く分かんないです。で2週間くらいしたらポロって取れるんですね。で一度じゃもちろん取れないシミやほくろもあるので、それは3回4回5回、どんどん繰り返していくうちに綺麗に取れるよっていう感じです。なので徐々に徐々に薄くしながら取ってあげるっていう形になるので、1回でこうグリグリってえぐり取るわけじゃないので、かなり綺麗にシミやほくろが取れるんですね。で私普通のほくろ除去もしたことあるんですけど、本当に突然グリグリグリって取るので痛いし、あと残るし、もうダウンタイムすごい、外出れないっていう状況なので、私はルメッカを最近ずっとやってます。次が髪質改善に毎月行ってます。で髪質改善もほぼ宿毛矯正じゃんって思う人もいると思うんですけど、トリートメントをこう混ぜたりだとか、髪の状態に合わせて、あ今日はトリートメントだけにしようとか、いろいろと私にアドバイスしながらやってくれるものになるので、毎月宿毛矯正をしてるっていう感じではないです。ただ毎月美容院に行って、髪質改善と一緒に、まあ、カラー、ヘアカラー、まあ、傷まないようなカラーっていうのもしてもらってます。私は黒い髪が好きなので、焦げ茶みたいな感じで真っ黒すぎない黒にいつも染めてもらってます。で私の担当して美容師さんだったりとか、すいません、ウーバーが届いちゃった。で私が頼んでいる美容クリニックやまつ毛サロン、髪質改善のお店は概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。でも私が本当に何年も通ってるところなので自信を持っておすすめできます。歯のホワイトニングもやってます。毎月歯のホワイトニングはね、結構2週間に1回とか行った方が私は効果があるなと思ってます。大事な予定の前の日とかにホワイトニング行ったりとかするとおすすめです。 2,3 日は結構染みてる感じはあるので、嫌な人は嫌なかもしれない。であとは送信エステ、足のセルライトを潰すために私はマッサージに行ってます。足の疲れも取れるし、セルライトのほぐしもしてくれるので、かなり足痩せ効果あるなと感じたので毎月自分で行ってます。であとは足つぼマッサージも毎月行ってますね。足つぼマッサージだったら別にどこでもいいと思うんですけど、個人的に東新宿にある総数館っていう足つぼマッサージは本当にいいので、ちょっと時間ができると行ってますね。多い時だと毎週行ってます。本当にそこで足つぼほぐしてもらって、体全体の流れを良くしてもらうと、まあ、冷え性改善だったりだとか、自分が今体調悪い部分っていうのが足つぼでこう押されて痛いって分かるので、まあ、自分の体調管理のためにも行ってます。で毎月やってることでもう一個追加で、ヒーライトっていう皮膚科で1500円くらいで当てられるライトを毎週、まあ、多い時は2日に1回当てに行ってます。でそのヒーライトって何かっていうと、青いライト赤いライト両方選べるんですけど、例えば青いライトだったらこう鎮静効果があるんですね。日焼けした後とかにそのヒーライトを当てると日焼けがこう落ち着いて炎症しにくくなったり、日焼けしにくくなったり、まあ、肌が綺麗に見えたりっていう効果があります。なのでヒーライトは多い時は2日に1回、まあ、少なくとも1週間に1回は行ってます。毎月やるのはこれくらいですかね。半年に一度やっているのが糸リフトになります。糸リフト半年に一度やってます。あとはヒアルロン酸、例えば顎のヒアルロン酸とか唇のヒアルロン酸とか、そういうのはなくなってきたなって思ったタイミングで入れるんですね。で涙袋に関してはもう 3,4 年ずっと持ってるので入れてないんですけど、やっぱ唇とかってどうしても動かす部分だからかなりなくなりやすくて、そういう唇とかは
定期的にヒアルロン酸入れたりしてます。であとはエラボトックス、エラボトも半年に1回は打つようにしてて、でやっぱエラを打つことによって個人的に小顔になれるなと思うので半年に1回打ってます。で口角ボトックスも半年に1回くらい、まあ、唇のヒアルロン酸入れるタイミングで一緒に入れたりしてます。眉毛のアートメイクは1年に1回くらい行ってます。で唇のアートメイクも1年に1回くらい行ってます。で唇のアートメイクは本当にやってよかったなって思います。すっぴんの時でも唇がすごい綺麗に見えるし、リップ忘れた時でも、まあ、ピンクなので口紅もなくていいじゃんみたいななるのでおすすめです。まあ、それくらい。じゃあ今言った中でやってよかったものとやらなくてよかったものについてお話ししてきます。でやっぱ一番やってよかったなって思うのはルメッカです。ルメッカは本当にもう綺麗にシミとかほくろが取れるので本当にやってよかったなって思います。でさらに今私たちの顔には現れてないけど、まあ、何年後かに出てくるシミにもフォーカスしてくれるので、その何年後かのシミも防げるっていうめちゃめちゃ2大メリットみたいなのがあるのでおすすめです。で2つ目はホワイトニング。ホワイトニングは本当にやってよかったなって思います。肌をこう例えば美白とかで頑張ってても口の中が黄色だったらそれは意味ないと思うし、だからこそ肌をこう美白にするのであれば口の中も美白というか白くしないと浮いてしまうので、ホワイトニングは私は行った方がいいなと思います。で3つ目やってよかったなって思うのがヒーライト。でヒーライトはその目に見えた効果とかはこうあるのかって1500円でって思うと思うんですけど、やっぱりヒーライトを当てた直後だったり翌日っていうのは本当に肌が綺麗になるのでめちゃめちゃおすすめです。でそれに加えて家で例えば脱毛、顔脱毛をしてピーリングをくる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 やって角質取ってあげたりするとかなり綺麗になるので、お肌に悩みがある方っていうのはやったらいいのかなと思います。やらないでよかったなって思うものはケミカルピーリングとか美容外科でやるような施術も私今まで何十万って土分に捨ててきたんですね。やっぱり学生の頃ってどうやって肌をきれいにするのか分からなくて、とりあえず大手の美容外科で勧められた美白コースみたいなのを組んだんですけれども、結局それって私意味なかったなって思います。なんでかっていうと、やっぱり家でのケアが結局一番大事になってくるので、毎日自分に合った洗顔を使うこと、スキンケアを使うことで、3日に1回ゴマージュとかこうくるくるピーリングしてあげて角栓とかを取ること、それでやっぱり顔脱毛もしてあげて肌をきれいに保つこと、そういうこと全てをクリアしてないのに美容外科でケミカルピーリングだけとか行っても全く意味ないので、やっぱりこうホームケアだけで肌はきれいに作れると思うので、美容外科で行う美肌治療とかは私はあまり効果がないなって思います。でもヒーライトに関しては日焼けだったりとかメラニンの抑制を抑えてくれるライトになってくるので、そのライトって家ではできないし医療機関じゃないから購入できないので、まあ、それは1500円でやっているっていう形になります。ルメッカとかこうほくろを取るからやった方がいいんだけど、そうじゃない例えば肌が綺麗になるケミカルピーリングとかそういう毛穴洗浄とかに関してはもう家でできちゃう、家でのケアの方が大事だから、それはわざわざやらなくていいなと思いました。あとはアートメイク、眉毛のアートメイクに関してもやっぱり後悔してる人が多いですね。眉毛のアートメイクしちゃうと一生その眉毛の形なので、形変えたいってなっても簡単に変えれないのが結構ネックだなと思います。唇とかに関してはさ塗って終わるものなんだけど、眉毛の形って結構印象だったりも変わってくるから、眉毛アートメイクはやらなくてもいいのかなと思いました。であとやらなくてよかったなって思うのは鼻のヒアルロン酸。鼻のヒアルロン酸ってどうしても溶けてきちゃうんですよ。で横に広がって鼻がどんどんぶっとくなってくんで、私鼻のヒアルロン酸大学生くらいの時にやったんですけど、結構それが溶けて太くなる原因になっちゃったから鼻とかはやらない方がいいと思います。であとおでこも私入れた時副作用でもうこう下に全部流れてきちゃって目が開かなくなってすぐ溶かしたんですけど、おでこもうやらない方がいいなと思う。もうリスクが多すぎるし入れる時に何より痛いです。メリ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 ってもう超骨がもう折れるような音がしてもうトラウマですね。今思うだけで鳥肌立つので、おでこはやらない方が私はいいなと思います。もちろんやって綺麗になる人もいるんですけど、私の経験上からだと嫌な思い出しかないし、友達もみんな入れてからずっと頭痛するとかそういうのも大きいので、害が起きにくいところに入れるのをおすすめします。っていう感じですかね。それでは皆様今日もありがとうございました。バイバーイ。